はい、どうもこんにちは、ケイスケです。今日の動画ですね、スタジオで音流すときどうやってますか問題についてお話しできればと思います。今日の話の内容はもう死ぬほどマニアックなので、皆さんが直面したときに思い出してほしいなと思います。今直面している人は少ない気がするので。はい。で、先に告知なんですけども、12月の9日、大阪でレッスンがあります。そして12月の17日ですね、東京でレッスンがあります。はい。どちらもですね、詳細今画像で載ってると思いますので、それ確認していただいて、で、インスタグラムか、ね、公式 LINE で、レッスンの予約できますので、レッスン参加してみたいなと思う方はですね、ぜひ、公式 LINE、インスタグラム、登録お願いいたします。レッスンの内容としては、基礎と振り付けがあって、振り付けで使う基礎のステップを基礎の時間で解説をして、その教わったステップを使って振り付けを頑張ろうという感じで、こう一連のね、流れになっているので、基本的には同時に受講することをお勧めいたします。はい。ということで、ぜひ興味ある方、予定空いている方、ガンガン遊びに来ていただければと思います。初心者の方でも大丈夫です。はい。ということで、今日のお話なんですけれども、スタジオで、音楽をかけるときに、僕とか iPhone を使っているわけですね。で、都内のスタジオなんですけれども、大体、なんかこういう、なんか、もやしって呼ばれてるね、こういうもやしみたいなのが、もう、スタジオのそのイヤホンジャックのところに最初からこう刺さってて、でもね、そのままライトニングブスって刺せばいけますよ、みたいな状態が多いんですよ。で、これ多分、皆さん多分共感していただけると思うんですけれども、Android の方と、あとは iPhone15、ね、iPhone15 一番新しいやつ、端子がね、この USB-C になったんですよ。USB-C になって。で、大体日本人みんな iPhone 持ちがち。なので、もうライトニングが圧倒的に多いんですよ。だから、こう、イヤホンジャックね、挿す。で、コードが1本しかないってなった時って、大体ライトニングのやつしかないんですよ。で、しかもライトニングのやつしかない上に、この USB-C のジャックって、なんか、ちゃんとしたやつと、なんかもう特定のものでしか使えないみたいな安いやつがあって、で、それをたまにスタジオの人がよくわかってなくて、こうつけてくれてるんだけど、iPad で流してみようと思ったら全然反応してくれないみたいなこととかがあって、USB-C ってなんか普及はしてるんだけど、音鳴らすときに、僕未だになんかちょっと問題を抱えてる気がしていて、ってなったときに、ライトニングってすごい安定してるんですよ。音流すって考えた時に。だから iPhone15 にしたいんだけど、音流す時にめんどくさいっていうので、なかなかね、今機種変に踏み切れていなくて、で、この USB-C のこのケーブル持ってるんですよ。この iPad で、USB-C でね、音流したい時があるんで。ただし僕これ、もう5本ぐらい買ってて、もうめっちゃなくすんですよ。めっちゃなくす。これわかりますよね。これ、こんなんずっと持っとくの無理なんですよ。しかも僕みたいな、もう不注意人間からすると。で、どんななくし方が多いかっていうと、ここに iPad mini あるんで、これ出しますけど、扱いたいなと思って、こうやって挿すじゃないですか。で、こうやってイヤホンジャック挿すじゃないですか。で、もう iPhone の癖が抜けないから、じゃあ練習終わりました。帰りますってなった時に、これごと抜いちゃうんですよ。これごと抜いちゃって、で、これはもうイヤホンのジャックのところに刺さってるから、プラーンってなるわけじゃないですか。で、もう僕は iPad を持ってるっていう満足感でそのまま帰って、うわーみたいな、もやし、なんかその次使おうと思った時になくて、で、1週間前とかにこれを使ったことを思い出して、うわ、絶対スタジオに刺しっぱだわ、みたいになるんですよ。で、大体持ってかれるっていうパターンですね。みんなもなくすから。そう。で、なので、これを買えばいいじゃんは、僕の中で、iPhone 15に変えた時に、この USB-C で音を流すっていうことの解決策になんないんですよ。確かにこれをもう10本20本買って、もうリュックにストックしておくっていうのもいいんですけど、それはちょっとさすがにスマートじゃないな、ということで、最近ね、自分の中でちょっと見えてきたんですよ。解決策が。これね、マジ iPhone 15 とか、Android を使ってて、その USB-C の端子をなくしちゃいますとか、ね、スタジオにもライトニングの端子しかなくても、行き通ってますっていう人はね、もうぜひ参考にしてほしいんですけど、私、普段こう充電器持ち歩いてるんですよね。バッテリー充電するために。で、日々、こう持ち歩くポーチですね。こうお出かけポーチなんですけど、この中にこういう風に充電器ってもう突っ込みっぱなしにしてるんですけど、これ見てくださいね。これ今こうなってるじゃないですか。なんでここに輪ゴムがついてるかっていうと、じゃじゃんと買いました。はい。これiPhone と、iPhone とか、いろんな機器と、これ Bluetooth で接続をして、で、ちょっと見えるかな？ここにね、イヤホンジャックがあるんですよ。ここにイヤホンジャックがあって、
ここにイヤホンジャックを挿します。でオーディオがあります。で iPhone とこれ Bluetooth でつなぎます。 iPhone で音流します。 iPhone の音がここに受信されて、それを線を伝って音を流してくれると。なのでもう iPhone に何も挿さなくても、このこいつがあれば音流せるんですよ。でこいつの最大の欠点って、その充電しなきゃいけないっていうことなんですね。充電をしなきゃいけない。ただ見てください、これもう普段自分が持ち歩いてる充電器ともうほぼ同じサイズなんで、これをもう輪ゴムで固定して、でここに短い USB-C ケーブルあるの分かりますよね。どうなるかっていうと、このままここに挿します。はい、 USB-C を。でもう一個の穴に、オーディオジャックを挿します。でそのまま充電します。で普段使ってるこの巻き尺式の充電器で、まあ他のデバイスを普段も充電したりとか、普段撮影するときこういう照明使ってるんですよ。でこれすごい明るいんですけど、すごい電力食って30分ぐらいしか持たないんで、まあ、こんな感じでこう普段挿して、もう挿しっぱなしにして、1時間とか1時間半照明つけっぱなしにしてるんですね。なのでこの照明を使うイコール僕はこの絶対充電器を使うんですよ。そうで携帯充電したいときもこれ使うんですよ。ってなった時に、この充電器にもうくっつけちゃえば忘れないじゃんと思って、もう確かにもう体積で言ったら、そして荷物の量で言ったら、ね、これ1本をこのレシーバーと USB ケーブルにしてる時点で荷物が増えちゃってるんですけど、これを忘れるってことはないんですよ、僕。うん、ただこっちを忘れるってことはもう全然ありえるんで、もうこれがだいたい3000円ぐらいですね。ケーブル、まあ、1000円ぐらいで買えるとして、まあ、自分が普段使ってる充電器にこのゴムで、ぐるぐる巻きにすれば、まあ、基本的にこれを年間で、まあ、5回、まあ、6回なくすと考えたら、もう絶対こっちの方が安定感あるし、でこれってコンビニで売ってないんですよ、この USB-C のタイプのやつって。ってなると、うわなくしたって思ったら音かけれないんですよ、その日。そうだからまた買えばいいじゃんっていう理論もあるんですけど、その日使えないっていうのがやっぱり一番きついので、僕はねこの Bluetooth のレシーバーを充電器にぐるぐる巻きにして、でこれ充電するの忘れたってことがないように、そのまま充電器を挿して使ってる間もフル充電できますっていう、この流れですね。これねむちゃくちゃおすすめなので、Android の人と、iPhone15 以上の、まあ、以上っていうか、その iPhone の最新機種の人で、自分はもう注意散漫で不注意人間で、よく物をよくなくします、もうこんなん持ってられません、これをもう通算2回以上なくした方は、この組み合わせねいいっすよ、マジで。うん、そうなので、僕の中での最近のこのめちゃくちゃ激推しできるライフハックでございました。うん、でこれだったらね、もう本当に普段お出かけするポーチの中に充電器を入れるっていうことをやってるので、そんなにかさばらないと。うん、でこうやってやって、でね、スマホスタンドとかを使って、動画撮ってとかもできるし、まあ、そこにこういう iPad があれば、はい、iPad で受信することもできるんで、まあ、究極 iPhone をカメラにして、こう iPad をねこうやってお出かけバッグに、ちっちゃいトートバッグにこうやって入れてってやれば、もうこれ1個でね撮影ができちゃうという、セットを組んだという感じですね。まあ今コンパクトさを売りにしましたが、はい、分かってます、これが一番コンパクトですそう、分かってんすよ、もう分かってるって、これが一番コンパクトなのは。はい、ただ僕はなくしてしまうので、USB Bluetooth のレシーバーを充電器にガチッと一体化させて、まあ、なくさない工夫をするということで、撮影ができないっていうトラブルをもうゼロにするというところに振り切っております。はい、なので、これをどうしてもなくしたくないと、ね、どうしても音をかけたい、ね、忘れちゃった時なんて iPhone のスピーカーで音流せばいいじゃん、じゃあ無理だっていう人は参考にしていただけると嬉しいです。はい、ということで、今日の動画は謎の熱いトークで終わってしまったので、最後にね、ロボットダンスの練習をしている様子ですかね、多分ですけど、こうやってガチンってロボットする感覚と軽やかなステップを混ぜて、軽やかなステップの中でこうロボットの質感とかパペットの感じをステップしながら出すみたいなとかやってるんじゃないかなと思いますので、ぜひそちらも楽しんでいただけたら嬉しいです。はい、で最後に、この動画を最後まで見てくれてる人にだけ答えてもらえればいいんですけど、
ダンス見てからトークとトーク見てからダンスどっちがいいですかね。はい、これはちょっと定期的に質問していこうと思います、しばらく。ということで、なんかそういう部分もちょっと感想あったらコメントいただけると嬉しいです。ということで、今日の動画はこれでおしまいでございます。さよなら。